あのこの前なあの YouTube で出したんですよ。はいはいはい、見ました、見ました。もうこれね、あのだから47年間の、うん、あのずっと毎年の僕のあの色紙、はいはい、毎年一つあの寄付すると一つずつくれはんねんね。そうそう、それを全部ね集めてんねんけどね。で47年間集めてきたんやけど、うん、これね、師匠、お元気でしたか。師匠、お会いしたかった。これ、ね、はい、これ、これね、あの48年山口佳代さんの書かはったやつやけど、はいはい、ただ49年がないんですよ、これね、はい、で50年、うん、小野ちっきょうさんと、うんうん、で51年がなしで、52年からはずーっとあんねんけどね、うん、ただこの2年間ひょっとしたらその書いたらへん、誰も可能性の方が高いんだけどね。あの基本あの八坂神社聞いても分かんないね、うん、で保存したらへん、さかい、これね、それからあとはずっとあの昭和から平成令和まで全部取る。ところが去年出してへんでしょ、うん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 、で今年は出てんねん、また出てるんですか、うん、それがまだそこに玄関飾った。え、玄関にありました、うん、ちょっと、ね、戻って戻って、ちょっとあれやけど、はい、そこの玄関にな。ここにかけたんだけどね。なるほど。ちょっとこっち来てね。はい、こっち。これがね。これですか、今年。これが今年令和3年の、あの、あれです、色紙。森田さんですか。うん、そうそうそう。森田理恵子さんの。森田理恵子さん。で、これはね、あの、祇園祭、あの、前燃えたね。うんうん、菊水箱で燃えたんや、昔な。菊水箱、戦争か何か知らんけど燃えた。燃えた。ほんで復興、あなた方は小さい人が知らんや、うん、あれ新しくなったんやね、新しくできたんや、うん、今の菊水箱は昔の菊水箱じゃないねん。違うないや、うん、で、その当時の一番昔の菊水箱はこれなんや。へぇ、形ちゃうんですか。あの形もっと小さくなってる。で、もちろんあのあれも かけたのも違う。違う、もちろんもちろんね。だから変えたでしょ。文政。文政。何年って年間1820年。約200年前だって。そう。ギリギリ来てない。その時の菊水を。へえ。これ貴重やね。で。貴重なんですよ、これ。へえ。で、今年はなぜか出た。で、今年は出た。で、去年は出なかった。去年は出なかった。ということですね。